次のステージ楽しんでもらえたらと思いますが、うつきちゃん、はい、一発目でしたっけ、一発目は翔平 TV さん来ていただいてますので、翔平 TV そして B ガールズの夢の野球実況対決、はい、こちらから始めていきたいと思います。まずは翔平 TV さんから呼びましょうか。はい、じゃあゲストをお呼びしましょう。はい、はい、翔平 TV の翔平さん、お願いします。どうぞ拍手をお願いします。こんにちは、翔平 TV です。お願いします。お願いします。今日は暑い中ありがとうございます。ありがとうございます。今日はバッチリ盛り上げてお願いします。お願いします。まず自己紹介してもらいます。あなたは何者ですか、翔平さん。はい、埼玉県入間市で活動してます野球 YouTuber 翔平 TV と申します。そしてこちら相方の良平と言います。2人で野球の YouTube を上げています。もうすぐ登録者1万人なんですけど、もうちょっと頑張りたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして対決する B ガールズもお呼びしたいと思います。対決してくれるのは B ガールズの今日は知恵、日向、志保、ルネ、4名、はい、さあ、じゃあ B ガールズの皆さんもちょっと自己紹介お願いします。はい、今日は B ガールズから4名参加させていただきます。日向と志保です。ルネと4名です。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、この夢の野球実況対決ということなんですけども、まずルール説明を、簡単にさせていただきます。これから一つの試合中のですね、シーンを、とあるシーンを、発表します。そのシーンをみんなで、実況チャレンジということで、この、チャレンジ対決ですから、対決の最低はですね、今来ていただいている皆さんの拍手によって採点していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、それではこれは、第1問ということで、もういっちゃうんですか。いきますか。早いです。準備できてます。実況経験とか、はい、実況ビートか経験とか聞いておきます、はい、実況経験とかそのあたりをまず僕なんかは一応動画で、試合動画出すんで、その時にアフレコで実況はするんですけども、あの下手くそなんでカットカットしながら刻み刻みではやってるんで、やったの今日カット聞かないですよね。あ、今日はもうもう生ですから、リアルですから、プレッシャーがやばいです。はい、はい、ありがとうございます。 B ガールズの皆様、実況はやったことあるんですか。実況ありますみんな。ないですね、みんなないです。初めての実況です。でもいつもこう聞いてはいますもんね。雰囲気は分かりますか。雰囲気は、はい、イメージはあります。じゃあどういうシーンを実況していただきたいか、お伝えしたいと思います。第1問目、スコアは2対3、ヒットベアーズが1点差で負けております。そして回は9回裏、状況はノーアウト満塁、これ1打チャンスですよ。その状態でバッター宮野原選手が登場で、なんと初球を打ってサヨナラホームラン。これも単純にただ喜びたくなっちゃいますけど、これをですね、今まさにその状況が宮野原選手がこう立って、初球をピッチャーが投げるような、そういう状況を、実況アナウンサーになったつもりで、ちょっとですねやっていただきたいと思いますけども、じゃあ B ガールズから先やります。はい、でお願いします。先行でお願いします。お願いします。スイングをしていただけますか。打った瞬間を、はい、スイングしていただけますか。あ、スイング、はい、はい、スイング打った瞬間からの、はい、実況ですね。はい、かしこまりました。それでは、9回裏ノーアウト満塁のチャンスでバッター宮野原、ピッチャー投げて打ちました。打ちました。レフトスタンドに吸い込まれる。入ったー、ホームラン。グレイドキャプテン決めてくれ、やったどうでしょうか。これは素晴らしい、素晴らしい、さすが、さすがチェ。こんな声でね、実況があったらもう本当にキャプテンもいっぱい走っちゃいますよね。それでは対する、翔平さん、よろしいでしょうか。 OK です。これはもうじゃあお任せでいきますので、はい、じゃあ用意スタート。9回裏ノーアウト満塁、バッターは4番の宮野原。さあ3打席今ノーヒットということで、
はい、非常にプレッシャーかかっております。ここで宮原構える第1球を投げました。打った！これはこれはおおお入ったか入ったか入ったか、ホームラン宮原、満塁ホームラン。でいいですか？緊張しました。さすがですね。前置きで、そうですね、まあ、今日はちょっとキャプテン、まあ、打ててないっていうところからの、そうです、そこ昨日から練習してましたから今日は朝から。あれ、はい、ずるいずるいずるいな。第1回戦、B ガールズ翔平 TV、どちらがこれ実況グッときたぞっていうところでですね、拍手で、お答えいただきたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。さあ、それでは、まず B ガールズの実況が良かったぞという方、失礼します。ありがとうございます。では変わりまして、翔平 TV 良かったぞということをお願いします。おお、全然 OK です、全然 OK です。素晴らしかった、素晴らしかった、ありがとうございます。素晴らしかったです。じゃあ2回戦の、シーンを発表したいと思います。辻投手8回に登板です。その先頭バッター、相手にですね、カウントは2ストライクからストレートを投げます。これが160キロの剛速球によって三振に打ち取った、そんなシーンでございます。それではじゃあ B ガールズからいきますか。はい、さあ、それでは参ります。3、2、1、スタート。辻選手打ち取りました。160キロの剛速球すごいです。かわいい、かわいい、かわいいですよね。さあ、さあ、この可愛らしさにどう対抗するのか、よろしいでしょうか。ではお願いします。3、2、1、スタート。さあ、8回リリーフで辻そら選手登板しました。さあ、2ストライク追い込んで最後投げた、160キロ三振、ナイスピッチング、すごい、ありがとうございます。160キロ出ますよ、マジで勉強になります。やった感じはちょっと先に聞いて、ちょっと翔平さん、今あの僕ですか、納得感はどうですか。ちょっともうちょっと言葉欲しかったですね。ちょっと緊張しちゃいました。これは昨日やってないんで練習してないから。リーガールズはどうでしたか。いやー、ちょっとすごい緊張しましたね。緊張伝わりました。素晴らしい、素晴らしい。さあ、それではですね、まあ、これが、ね、最終回となりますが、採点の方を皆さんよろしくお願いいたします。さあ、それでは、まず B ガールズの実況がグッときたぞという方、拍手お願いします。ちょっと増えた、ちょっと増えた。ありがとうございます。ありがとうございます。もう1試合参りましょう。さあ、小林投手です。エース小林投手、最終回で、最終回まで1人で今投げ切っている状態でございます。スコアは1対0の投手戦、リードベアズ勝っております。で、最後のバッターをショートゴロでゲームセット完封勝利しました、という状況でございます。先行 B ガールズから行ってみお願いしたいと思います。はい、行きます。3、2、1、どうぞ。さあ、小林選手投げました。ストライク、あ、違う、ショートゴロ、これで完封勝利です。いつもは雨だけど今日は晴れました。レアズ勝利。うまい、ありがとうございます。さあ、それでは対する翔平さん、気合い入れてお願いいたします。さあ、9回ピッチャー小林、ここまで1人で投げ抜いて1対0でベアーズリードしております。そして最後のバッターをピッチャー振りかぶって投げました、ショートゴロ。さあ、ショート樋口選手取って、ファースト宮原キャッチして完封勝利となります。小林選手完封勝利、ナイスピッチング、ナイスピッチング、ありがとうございます。これが今日はね、現実になりますように。これは勝ったと思いますよ。あ、これなかなか、これは勝ったと思いますよ。さあ、それでは、判定をお願いしたいと思います。では、まず
B ガールズの実況良かったぞという方、拍手お願いします。あとでジュース送ります。はい、ということで、お送りしてまいりました、この実況対決ですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、皆さんどうでした、初めての実況は。いやー、なんか普段聞いてるんですけど、はい、やっぱいざ自分がやるってなるとすごい難しい。難しいですね、うん、すごい難しい。難しい。やっぱやってらっしゃるのですごいなさすがですね。プロじゃないです、プロじゃないです。はい、ね、あ、じゃあ翔平さんも感想をお願いします。そうですね、なかなかこう、はい、いつもカメラの前でやってるので、はい、皆さんの前でやるのが初めてで緊張しましたけど、皆さんのその目、めちゃめちゃ輝いてましたんで、やりやすかったです。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。小林さんの声いいですよね。よく言われます。はい、じゃあビーガールズの皆さん、今日も盛り上げてください。翔平さんも今日も、はい、盛り上げて楽しんでいってください。はい、はい、では、この、夢の野球実況対決、こちらで終わりになります。どうもありがとうございます。ありがとうございました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 。本当にどんどんね、まだまだ気温が上がってくる時間帯なので恐ろしいですけど、プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もう上げましょうってことで、はい、もう上げちゃいます。まあ、まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ、応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。革、はい、自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。君と対話